ウィリアム・パカは、現在のアメリカ合衆国メリーランドの代表として、アメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。パカは1740年10月31日に、イギリス植民地時代のメリーランド、ハーフォード郡にあるアビングドンで生まれた。パカはその地域では裕福な農園シジョン・パカとその妻、エリザベス・スミスの子供だった。長男のアキラに続く次男であり、他に5人の姉妹がいた。 この兄弟は1752年にフィラデルフィアアカデミーチャリティスクールに入学し、弟のパカはフィラデルフィア大学に進学して、1759年に卒業して文学志望を得た。1762年には同じ大学で文学修士号も獲得したが、これには特に研究をする必要はなく、パカがそれを要求し、高い信用があればよかった。 大学を卒業した後はメリーランドに戻り植民地首都のアナポリスでスティーブン・ブラドリーという地元の弁護士の監督の下で法律を勉強した。1761年までに法律の実務を行う免許を得、1764年に植民地法廷弁護士として認められアナポリスに泊まって地方を固めた。職業的な成功は個人的な成功にもつながり、 以前から付き合っていたメリーランドの著名な農園主の娘、メアリー・チュート1763年5月26日に結婚した。夫妻には3人の子供が生まれたが、息子のジョン・フィレモンだけが成人した。当時のアナポリスにいる若い弁護士の中にサミュエル・チェイスがおり、パカとは親密な友人となり、政治の世界でも仲間になった。 パカとチェイスはイギリスが1765年に押し付けた因子法に対する地元の反対運動を引き、自由の息子たちのアンアランデル軍支部を作った。パカは1771年にメリーランド議会議員に選ばれ、1774年には大陸会議代表に指名された。大陸会議代表は再選もされて1779年まで務め、この間に、 アメリカ独立宣言に署名した。1779年にメリーランド国の首席判事となった。1782年メリーランド国知事に選ばれた。1789年メリーランドにある連邦地方裁判所の判事となり、これを死去するまで続けた。パカは1799年にクイーン・アンズ郡にある自分の辞書ワイホールで死に、 そこの家族墓地に埋葬された。メリーランドにはパカの名前をつけた小学校が二つある。一つはランドオーバーに、もう一つはパカの生まれ公共アビングドンにある。セントジョンズ大学メリーランドキャンパスのアナポリス学生寮、ニューヨーク州マスティックビーチにあるウィリアムパカ中等学校及びニューヨーク市にある PS155 ウィリアムパカ学校もパカにちなんで、 名付けられた。ボルティモアのパカストリートも同様である。パカはイタリア人先祖の地が混じっていると通常を言われている。スタンリー・サウスによれば、この名前がイタリアのものという話は1911年にボルティモアのカーディナル・ギボンズによってなされた発言から来ている。ギボンズはパカとイタリアのペッチケとの間に関係があったと考えていると話した。 1937年7月18日、ニューヨークタイムズに宛てた手紙で、自称パカの子孫というものが次のように伝えた。ウィリアムパカの先祖はイタリア人とイギリス人である。その名前はもともとパチと綴られたと言われている。しかし、ジョバンニシアーボとのインタビューの中で、 手紙の寄稿者はその名前がカーディナル・ギボンズのユーペチという示唆によるものだとしている。シアーボはインタビューの中でパカがその姓がペチであるローマ教皇レオ13世に言及したとも報告している。スタイバーソンとジェイコブセンはウィリアム・パカの先祖で移民のロバートについて姓の綴りがピーカー、ペッカー、ピーカー、ペイカー及びパカがあると報告している。ペチも パチも出てきてはいない。さらに、スタイバーソンとジェイコブセンは次のことも見出している。移民のロバート・パカがイタリアで生まれたとか、あるいはその家族がイタリアからイングランドにその頃移動したとい,いか有志さは立証できていないし、おそらく事実の根拠はない。スタンリー・サウスも同様にこの仮説を支持するものは見つけていないが、もしイタリアに結びつけられれば1万ドルの価値があるとも、 言っている。ありがとうございます。